はいどうも南国農業人ひろきです。佐久間もひろきです。久しぶりの登場ですね、はい、野菜の新聞がやってまいりました。今回はですね新しい機械を導入したということで、すごい里芋のね植え付け機ってことですね、はい、今回この機械使って里芋を植えるってことで、今回からね新しい試みをってことで、去年かな、久保田さんに協力してもらって里芋の植え付け機 SNS で見たんで、こんな機械いいなっつって、一回ちょっとこれやりたいんでデモ機持ってきてくださいって言ったら、あいいですよって心よく引き受けてくれて、持ってきてくれた機械がすごい良かったんで、で今年の5月に、ま、買いまして、おありがとうございます現金がすぐ飛んでいくんですビニールハウスの人間でも稼いだのに入れていって、ね、でまあそれもあって、今世論は去年かな、記録やかの動画にも撮ってもらったんですけど、うん、まあ、手で植えて管理機でマルチ張るっていう、あれだけでもちょっとだいぶ早くなったんですけど、今年またより一段こうバージョンアップして、畝を先に作って、うん、この新しくかかった機械で里芋を刺すように植えていくっていう植え方をちょっと今年から試験的に導入して、まあ試験的って言ってももううちはこれからもう全部これで一回実験してみようと思ってるんですけど、うん、それで今年から始めたのを今回取りに来てもらいました、うん、はい、嬉しいです。それでは今から植え付けを見せてください。では、ちょっと細々設定がいるんです、この上穴は全部ここの前にレバーがあって、あ、本当だ本当だ、あ、本当だ、12センチから30センチまで、はい、すごい良い機械。今やっぱ里芋面積減ってきてるんで、それこそ植え付けもね手でやらないとダメで、うん、しんどいじゃないですか、うん、で病気出たりしてみんなやめるっていう人多くて、うん、いや寂しいな、で値段いいし夜の里芋は、うん、まあ、ちょっとでも、じゃあうちが植え付けとか、このまあ畝立てと植え付けと、うん、受託して、サトウキビと一緒ですよ、うん、まあ、収穫はもうあと自分で、うん、じいちゃんばあちゃんでも収穫ぐらいはできるよって人多いから、うん、JA とかにも役場とかもこういう自宅とかしたいからっていう話もして、いろいろサポートしてもらって、うん、
構雨降ったけど、うん、これやったらね、すぐ植え付け入れるからいいけど。そうね、ほったらかけでも。で、上やったら雨降って当分また待たなあかん。そうだね、土乾くのもあったりとか。確かに、これ自体は生えてきたらここに寄せる、そのままでいいって高くても肩このまま行く。あ、これやったら穴開いて植えていってるんで、雨も少々は入るんで。そうそうそう、普段のやり方やったら出てくるまでは水まかないとダメですけど、あと穴開ける手間が省けるね。目出しがいらないんで、だいぶ何工程か飛ばせれるから。で、畑ももうこれも夏の間に全部マルチ張って置いてあったんで、夏仕事ない時期に畑準備しとけば、肥料も入れてあるし、堆肥も巻いてあるし、だから自宅できるかなと思って、うんうん、夏僕らも時間ある時に畑作っといてあげたら、あとはその植えたい人がいついつ植えたいっていうのをさえ聞いてれば、うん、スケジュール組んで、じゃあ今例えば11月何日にって言われたら、もうその時雨さえ降らんかったらいけるから。で、雨降ってもさっき言ったみたいに次の日には入れたりするから、だから余計その植え付けの時期とかが遅れないんで、逆に言ったら掘りたい時期から逆算できるから、うんうん、病気出やすい時期よりも前に掘りたかったらその時期にもう植えればいいだけなんで、病気からも逃げれるし、うんうん、素晴らしい。そうそうそう島の皆さんぜひですね、うん、まあ、キビとかは今しっかりその自宅とか大変ね、うん、植え付けから収穫までハーベスターがやってるのもあるけど、やっぱり今それがなくてやる人も減ってる。もうみんなやめちゃう前に先にできるだけ体制整えたいなと思って。素晴らしい男です。ウネも前回の動画に上がった笹岡のあのウネ立てる機械使ったら、それ用の機械じゃないやつで無理やり合わせて作ってるんで、ちょっと改善しないとダメなんですけど、あの機械使えばその前輪もちゃんとそれに沿って走っていくし、乗り越えたりしないんで、言ったら最悪一人でもできるんで。あ、そうだね、機械そこのスイッチさえ入れたら、うん、走り出したら横一人行ってこうやってやっとけば、だから人手足りなくてもだいぶできるから、うんうんうん、まあね、安全考えたらもちろん2人とか3人とか複数でやった方がいいのはいいんですけど、うん、でもカタログとかにもなんか1人上の場合みたいなの載ってたりとかするから、うん、ああもっと機械の回転とかが速くするちょっと今その畝が安定しないから、ちょっと待って多分大丈夫。分かりやすい、分かりやすい。雨が大きくて、うん、そうだね、芽が出てるとやっぱこう長い方が生えると、うん、綺麗に縦に落ちればいいんですけど、本でかいですもんね。そうそう、これ幅は1メートルぐらい、上幅ですか、うん、あ、うねとね、うねとね、100、100メーターぐらい、100メーターぐらい、100センチ、うん、なるほど、いいね、いいね。これのやつも1メートル10ぐらいまでですか。あの機械使えばもっと詰めれるはずなんで、あれやってもらったときは80センチなんで、あと20センチ遅れるんで、ただやっぱその代わりその2列でこう1つの畝の中に2列植えていくやり方にすると、うんうん、と比べたらやっぱ植え付け量は減るんで、うん、収量はやっぱり若干落ちる、このやり方すると。ただその人件費とか植える時間とか期間とか考えたら、うん、作業性とか考えたらこっちの方がいいかなってうちは思ってやってるんで、はい、あとはもう農家さんがどっちがいいかです、うん、ただ世論はまあその寒い時期に向かって早掘りしていくやつなんで、うん、できるだけその面積あたりの植え付け量は増やした方がいいっていう考えももちろん分かるし、うん、まあまああとはそう、だから今これもまだ実験中なんで、毎年だからその収量をどれぐらいちゃんと取れるか計算していって、うん、じゃあこの単価と合うよねとか、うん、まあ、実際だからこの機械もうまいそう合うかは分からない正直、はい、でも誰かがやらないと変わらないんで、そうですね、そうそうそう、でやるとなったらうちしかないか、こんなギャンブルすんのはうちしかないかみたいな。確かに確かに、いやでもありがたいですね。まあうまくいったらいいかなっていう、うんうん、一応いくやろうとは思ってやってるけど、うんうん、あのあれも巻いてるの、トレファンダサイド一応巻いてない、一応巻いてない、巻いてない。じゃあもうあの里芋肥料だけ、里芋はできれば有機ジャス、うんうん、有機でできるようにしたくて、まあ、その直販もしたりとかっていうのもあるから、うん、やっぱりできるんやったらインゲンとかどうしてもね、農薬使わないと、うん、うち
ちのやり方ではできなかったりするんで、うん、まあ、その場合ちゃんと他の基準よりは半分以上減らすとか、うん、まあ、化学肥料にしてもそうですけど、うん、里芋は結構有機でできそうなんで、もうできんやったらもうこっちに向かっていこうかなって。うわ、楽しみですね。やっぱこっちね、人も暮らしやすいってことは、うん、多分害虫も病気も暮らしやすい地域なんで、うん、どうしても病気入りやすかったりとかするけど、うん、里芋はまあそれをまず解決できそうなこうある程度道筋は見えてきたんで、うん、ちょっとそっちに向かってやってみようかなと思って、まあ、使わないに越したことはないんで、うんうんうん、あとはその生活が成り立つかと、うん、家庭菜園じゃないんでやっぱり、ね、自分の生活とかね地域のことも考えた上でバランスなんで、まあ、できる範囲では やることに損はないと思います、うん、まあ、その辺もちょっと考えながら、うん、ピンクいやつ、ピンクやつうち使ってないんですよね。使ってるやつでだいたい3万ぐらい一貫で。ワイマジ、はい、肥料代はインゲンとかって今年うちだもん、なんで10万ぐらい肥料代だ。ワイ俺の一貫代だもんねその時の収穫代だわ、うん、まあいろいろとあっても実験してね、会議とかからも全部変えていってるから、中でできるだけこう効率よく、あっちはあっちでやっぱ収量上がれば上がるほど収益も良くなるので、肥料代かけても野菜はどっちかというと、まあ、ある程度コストも入れながら、もちろんその分ちゃんと利用対効果で、うん、入れたらちゃんと収量伸びれば別にもんちょっとびっくりしてる今ちょっと上がってます。いろいろメーカーと直接やり取りし、メーカーから直接取ったりとかしてるんで、うん、やばもう今でこの肥料いいんちゃうかと思ったら、もう、ね、決まるまでかな。やっぱ常にそうやって何かしら実験していかないと絶対良くならないんで。素晴らしい。もう僕この畑も病気めっちゃ出た畑なんで、うん、やらない方が逆に危ない、うん、何もしない方が、うん、何もせんかったらどうせ病気でやられるんやったら失敗してもいいから、うん、何か新しいことした方が、うん、それがもしうまくいけば、ちゃんとまあもちろんその理論とかも入れて考えた上でやってることやから、うん、よっぽど悪くはならんやろと思って。でもね、そこ考えるのが一番楽しいですよ。どうやれば、うん、自分でいかように何とでもできるから、もちろんやった責任は自分やって。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に喜作ファームのお二人からよろしくお願いします。今回も里芋を頑張って作りますんで、ぜひまたその作り方とかも、まあ、インスタグラムの方で ありますんで、僕のインスタのアカウントがあるんで、そっちでちょこちょこ発信していこうと思ってますので、ぜひそっちの蒸気屋家の YouTube とうちのインスタもよろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。